こんにちは、きこです。本日は皆さんからいただいたお悩みにお答えするお悩み相談室のコーナーです。現在お悩みは私のオンラインサロンで募集しております。月額999円のオンラインサロンプラネットでは毎週60分、皆さんと私で交流型のトークライブをしております。皆さんから、質問やお悩みをお答えしておりますので、ぜひ、私に直接聞いてみたいことがある方は概要欄の方にリンクがありますので、プラネットチェックしてみてください。それでは、本日もいただいたお悩みをお答えしていきたいと思います。ニックネームゆりさんです。いつも楽しく動画拝見させていただいています。ありがとうございます。カウンセラーの資格を取り学んではいるものの、自信が持てず最初の一歩が踏み出せません。どうしたら自信を持って仕事にできますか？またきこさんはカウンセラーとして最初の一歩をどうされましたか？教えていただければ幸いです、ということです。はい、ゆりさん、ご質問ありがとうございます。それでは早速お答えしたいと思います。この最近ですね、すごくこのカウンセラーとか、あとはコーチとかセラピストみたいな、まあ、私はまとめてセッショニストって呼び方をしているんですけど、このセッションを仕事にしていきたいっていう方がすごく増えているなっていうふうに感じているんですね。で、私去年から、ザ・シフトっていうプロジェクトの中で、あのインフルエンサーコース、セッショニストコース、セルフカウンセリングコースってあって、実は一番人気だったのがこのセッショニストコースだったんですよ。だから今すごくこういう、まあ、セッションをして、あのそれをお仕事にしていきたいっていう方が多いなっていうふうには感じていて、正直私が思ってる以上にかなりの方が申し込んでくださって、でそこでこうセッションの勉強をしてくださったんですよね。で、あの中にはやっぱりこのね、あのご質問くださったゆりさんと同じように、他では学んでたけどまだ自信が持てないとか、あとはそのやりたいっていう気持ちはあるんだけど、なんかまだずっと始められてなくて、その思いだけがあって、で今回ちょっと初めてこういうのをあの受けてみましたっていう方もすごく多かったんですよ。そうだから、あの今社会全体で見てもこのセッショニストっていう需要の高まりがあって、で要はその社会にとって、地球にとって必要とされている存在っていうことなんですね。でこれはこう地球の流れだったり社会全体の流れの中で必要となってくる職業っていうのがあるんですけど、それが、まあ、セッショニストっていうのがこれからの時代必要なんだっていうことが あると、あのこれこの前のね動画 の、あのチャット GPT とか AI が増えて、これから社会どうなっていきますかっていうあのご質問もね1個前でお答えさせていただいたんですけど、あのこれからの時代セッショニストが必要だっていうふうになってくると、これ宇宙の仕組み的に必要なもの、必要な存在は、がある時っていうのは、その分あそうなりたいって感じる人が増えるような仕組みになっているんですね。だから必要だからこそなりたいって思う人が増えている。でなりたいって思う人が増えているからこそ、今やっぱりこういうね、私の元にもこういうご質問とかご相談っていうのがめちゃくちゃ来るんですよ。で実際そのセッショニストコースっていうのもすごくたくさんの方が申し込まれたっていうことは、やっぱりそういうのを皆さんが受け取っていて、お一人お一人が受け取っていて、今やらなきゃみたいな気持ちになっていたり、やっていきたいなっていう気持ちになっているはずなんですね。だから、まあ、おそらくもうすでにやられている方もたくさんいらっしゃると思いますし、やってみたいな、いつかやりたいなぐらいの方もいらっしゃると思うんですけど、この動画を見て、ね、すごくピンとくる方もいらっしゃると思うんですよ。で、なので、まあ、すでにやっていらっしゃる方はぜひ参考にしていただきたいですし、まだやっていない、まあ、自分にできるとはまだ思えてないけど、実はちょっと興味あるんだよねっていう方も、実はね、そのもう白羽の矢が立っていて、必要だからこそやりたいって思っているっていう可能性もあるので、でそういう方ってね、やっぱ導かれるので、今後やる運命になっていたりとか、やりたいっていう気持ちがもっともっと大きくなってくることがあるので、ぜひね、参考に聞いていただければなというふうに思います。はい。で、まあね、今回のご相談内容では、まあ、知識はある、まあ、学んで資格もあるし、まあ、知識もあるけど、まあ、自信が持てない、で始められないっていうことなんですけど、すごくね、多いと思います。なぜかというと、やっぱりすごく人を助けたいとか、そういった気持ちが強くって人の役に立ちたいとか、で、カウンセラーになる方って、やっぱり自分が傷ついてきた方がすごく多いんですよ。で、誰かに救われたりとか、自分で何とか、
こう乗り越えてきたっていう経験があるからこそ、じゃあその時の誰かみたいな自分になりたいなとか、自分はね頑張って自力できたけど、まあ、こんなに辛い思いをする人を増やしたくないから、じゃあこうサポートができる立場になろうっていうことでセッショニストっていうのを選ばれる方が多いんですよね。でそうするとやっぱりこう傷ついた経験を持っている人って人を傷つけるのがすごく嫌だって思うので、自分が中途半端なカウンセリングとかそういうセッションをしてしまって余計に傷つけちゃったらどうしようっていう風にやっぱ考えやすいんですよ。そこでやっぱりこう最初の一歩が踏み出せなかったり、お金をいただいてしまっていいんだろうかとか、これで仕事にしちゃって大丈夫なんだろうかみたいな、で真面目な人ほどねやっぱりそういう風に考えられるので、だからね同じような状況の方って結構多いんじゃないかなって思うんですよ。でも私は逆に言いたいのは、それだけ誠実な方、要はその自分傷ついた経験があってもう同じ人を増やしたくない、だからこそその自分がやりたいとはいえこう勢いではいけないんだっていう、すごくこう真面目で誠実で繊細な方ほどカウンセラーとかそのセッションをする人、セッショニストっていうのにはすっごく向いてる方なので、そういう風に悩んでいらっしゃるんだったらぜひね、そこはもうそれ自体を自信持ってほしいなって思うんですよ。だからやっぱ人の気持ちがわからない人とか無神経な人の方がこういう時って逆にガンガンいけちゃったりするんですね。だからねそれで正解だと思ってください。だからこそ私はセッショニストに向いてるんだなって、人に寄り添えるんだなって思ってほしいんですよ。だからやっぱりこう私もカウンセリングをしていく中でこう自信持てませんとか、どうしたらいいでしょうかっていうご質問たくさんいただくんですけど、まあ、自分自身もねそういう時期があったからこそその気持ちがすごくわかるなって思うんですよ。私もどんどんイケイケでできるタイプではなかったんですけど、ただ私の場合はやっぱりこうお導きがあって、やらざるを得ない状況にこう追い込まれた感じがあるんですよ。でなんかこうもうお金もこう詐欺にあって一文無しになってとか、なんかそのね本当にもうお金を稼がなきゃいけないんだけどこれしかやる方法がないしとかで、まあ、ちょっとなんかダメ元で受けてみた占い屋さん受かっちゃって明日から出勤みたいな、そういうなんか本当に流れがバーって一気に来たんですよね。で結果的に私はその流れがあったので、まあ、良くも悪くもそういう流れがあったんで、かなりスピードは速かったと思います。もうデビューはもう速攻デビューしたし、即お客様のカウンセリングに入らせていただいたし、それでやっぱ最初に私もすごく怖かったんですよ。けど覚悟せざるを得ないし、もうやっていくしかないっていう状況だったんで、その中で、まあ、結果ね一件もクレームは来なかったし、リピーターさんもすぐついてすごく順調な駆け出しだったんですよ。きっかけは結構きつかったけど、だからこそ私はこうカウンセラーとしてセッショニストとして独立一人前になるまでがすっごい早かったんですね。でそれはなんでなんだろうっていうふうに思った時に、だって私学んでないんですよ、どこにでも。一回ちょっとなんかカウンセラー養成講座みたいなのを受けたことがあるんですけど、私カウンセラーにはなれないわって絶望して帰ってきたことがあるぐらい、本当にね全然経験もなければ資格もなければ知識もないっていう状態だったんですね。でも知識がないっていうことに関して言うと、そのカウンセラーとしての知識っていうのはその学校にたった1回行っただけなので、しかもなんかワンデー講座みたいな感じだったのでそれぐらいしかないんですけど、自分自身が悩んでたので、自分が本当に自分の人生を変えたくっていろんな本を読んだりとか、いろんな、まあ、当時は YouTuber はなかったからブログを読んだりとかして、こう全部それを自分の中に取り入れていたんですよ。それはその仕事のためじゃなくて自分自身が変わりたくて、だからもうこの動画を見ている皆さんはすでにそれをされてるじゃないですか。でね、私が後からこれは思えたことなんだけど、そうやって自分が変わりたくて自分のために学んだことが全てお客様のためになってたんですよね。クライアントさんのためになっていて、だから私はカウンセラーになるぞと思って勉強したわけじゃないんだけど、自分を変えたいと思って自分のために学んだことがそうやってたくさんの方の答えになるようなセッションができるようになったってところにつながっていったんですよ。だからその当時私はすっごい自分の人生うまくいってなくて悩みまくりだったんですけど、あの時に悩みまくったのはそれで自分のために勉強することによっていいセッションができるようになるためにその導きがあったのかなっていうことを後からね
知りました。ただその自分のための知識ってもう持ってるよっていう方も多いと思うんですよ。もうスピリチュアルを勉強し始めて5年ですとか10年ですっていう方もたくさんいらっしゃって、でそういった方たちがね、もう勉強いっぱいしてきたんだけど、その実際にどうやって誰かの悩みを解決するとか誰かを救うみたいなことに使っていったらいいかわからないっていう声も実際あるんですよね。だからそういった方たちはもう第一段階のその自分のためでいいからいろんな知識を得るっていうところはもうクリアされてる方で、じゃあそっからどうするのっていうところじゃないですか。でここに関してはもうね、シンプルにやるしかない。実績というよりかは経験、実績じゃなくていい。なんか実績っていうとなんかすごい人をやったとかそういうイメージがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、単純に数、何件やりましたっていう数をやっていくっていうのが本当に近道なんですよ。でなぜかというと、まあ、私はなんでこう早かったかっていうと、その全然自分が学んでない状況で、私の話をちょっとするとね、その流れで占い屋さんで働くことになって、でもうその明日から来てねみたいな感じだったんですよ。で私人の悩みを聞くのはもともと好きだったので、よく悩みを答えたりはしてたし、プライベートでお友達とかにはしてたし、さっきも話しましたけど自分のために学んでいたことはたくさんあるんですけど、じゃあいざセッションやりますってなった時にやっぱり想定してなかったことを聞かれたりとか、その場合どうしたらいいんだろうっていうことを聞かれることもやっぱ少なくないわけですよね。で多分そのセッショニストとして一歩が踏み出せないっていう人って、そうなっちゃった時私どうしたらいいのっていう先読みをして、いや無理ってこう実際お金いただいてさあセッションやりますよってなって、いや無理ですとは言えないよねっていうところでとどまっちゃってる方が多いんじゃないかなって思うんですけど、私自身はその時どうしたかっていうと、でも結局数を踏まないとできるようにならないから、じゃあもう本当にこの方が満足いただけなかったらもう本当に謝って返金して帰っていただくっていう風に、まあ、腹をくくって、で本当に自分の直感で感じることをひたすらこう下ろしていったっていうのが、まあ、私の結果的に、ね、霊視力を霊能力を上げていくっていうことにもつながっていったんですけど、っていうのをやっていったんですよ。で、まあ、それで別にクレームが来るっていうことも結局なく順調にはいったものの、まあ、クレームが来てなかったからといっていまいちだったなって思ってた人がいるかもしれないですよ。けど、まあ、なんとなくなってたんですよ。でも自分的に今 あんまりこの方すっきりした顔されずに帰っちゃったなとか、あ伝わんなかったかもって思うことって結構あったんですよ。でそういう時にどうしたかっていうと、私は幸いなことにその占い屋さんってすごくベテランの方ばっかりだったので、私がもう圧倒的に一番ペーペーだったんで、本当に休み時間になるたびに他の先生に聞きに行って、こういう時ってどうやって答えられてますかとか、こういう方が来た時はどうしたらいいでしょうかとかっていうのをすっごいいっぱい聞いて、たくさん教えていただいたんですよ。やっぱりその経験値が高い方っていうのはいろんなお客様をいろんな数、もうたくさんの数こなされてる方なんで、その方の答えっていうのがやっぱあるんですよね。で私がすごく学んだのはお客様が聞いてること、例えば、なんか片思いの彼は私のこと好きでしょうかって聞いてる、それを必ずしも答えなくていい。とか、それどういうことかっていうと、まあ、その方がね、その彼とどうなりたいかっていうことよりも、実は、本質的には、なんかもっと自信を持って、別に彼にどう思われたっていいって思える自分になりたいっていう悩みがそこに本当は隠れているとか、あとはなんかもう、もうすごく執着がすごくって、もうこの人とどうすれば付き合いますかみたいになっているんだけど、本当はその人にとっての幸せなことってその人と付き合うことじゃなくって、もっとその執着しないでフラットな視点でたくさんの人を見ると本当に自分に合った人をちゃんと選べるようになるとか、そういうその質問の奥にある本質的なところを見るっていうことが大事なんだなっていうことをそれ気づいたんですよ。でそれがやっぱりすでにやられてる方たちからたくさんお話を聞いて、こういう時はどうしたらいいですかっていうのをめちゃめちゃ聞いたおかげで、なんかそういうつまりそういうことなんだなって、その質問に答えることだけが
この本質的なセッショニストとしての仕事じゃなくって、その奥にある思い、本当にこの人に必要なものだったり、本当にこの人が求めているものは何だろうっていうところにちゃんとチャネリングをするというか、フォーカスをするっていうことが大事なんだなっていうことを学んだんですよ。でもね、あれがなかったら私できてなかったと思うんですね。で、それがなんでその質問ができたかって言ったら、やってたからなんですよ。やってなかったら質問もできないし、湧いてこない、まず何を聞いたらいいか。で、実際自分が困ってるから、今のお客様にあまり満足してもらえてなかったかも、大丈夫だったかなっていうふうに思うからこそ、すぐ聞きに行こうって思うし、そのもう次のお客様が来る前に聞きに行って、これ解決しておきたいって思うし、なんかそのリアルにやってみて困ったことだから、教えてもらったらすぐに実践ができるんですよ。で、すぐに、あ、こういうことなのねっていうのが分かるので、やってみる、で、困る、それを解決する、なるほどって理解を深めるっていう回転がめちゃめちゃ早かったんですよね。そうだから、言っちゃうと、とにかく数が大事です。で、数が大事で、やっていく上で、まあ、そういう疑問点とか、どうしたらいいんだろうっていう悩みが出てきたら、それをもう経験者の人に聞いていくっていうのが一番いいんですよ。そうで、数をやることの何がいいかっていうと、だんだんね、自分の意識が変わってきて、最初はこんな私でいいのかなとか、傷つけちゃったらどうしようとかっていう気持ちがあると動けないんですけど、やっていくと、まずこんなにやったんだからさすがに私大丈夫って自分の潜在意識が変わってくるんですね。そして、私はね、これが一番大きかったんだけど、やらせていただいたそのクライアントさんが、なんでわかるんですかとか、もうまさにその通りですとか、あ、それには気づけてませんでした、ありがとうございますって言って、なんか泣いてくださったりとか、あとはもうその数ヶ月後とかに来られて、言われた通りになりましたみたいな、あれやってみたらすごくうまくいきましたとかっていう反応をいただくことによって、私なんかで大丈夫っていう気持ちが払拭されていったんですね。だから、最終やっぱりそうやってお相手からのフィードバック、感想とか、そういったところから逆に自信をいただいたんですよ。で、これってやっぱりいくら学んでも、相手に出して相手からの評価を受け取らない限りは、こう自信っていうものには変わっていかないんですよね。で、もちろん失敗もするかもしれないし、こうなんかリスク、いい反応がもらえない、自分がそれで傷ついちゃう、落ち込んじゃうっていうリスクもあるんだけど、やっぱりそれ以上に得られるものって本当に大きいんですよ。で、これそのセッションだけじゃなくて、全てのことに言えることなんですけど、自信つけたいとか自己肯定感上げたいとかっていう時は、もうやるしかないんです。体験をさせてあげる、自分に体験をさせてあげて、あ、意外に大丈夫だったとか、あれ、喜んでもらえてるとか、あ、うまくできたっていう成功体験を、やっぱ自分の身をもって感じさせてあげないことには自信ってつかないし、寝てて自信がつくことってないんですよね。で、自己肯定感が上がることもなくって、で、その自信や自己肯定感っていうのはちょっと怖いけど勇気を出してやってみた、そしたらうまくいったっていうことの積み重ねなんですよね。それがめっちゃくちゃ大きなことじゃなくても別にいいです。すっごい些細なことでもいいので、とにかくやってみるっていうことですね。だから、もうとにかくね、やっぱりこういうセッショニストになりたいっていう方は、やっていくことでしか自信がつかないから、自信がついたら最初の一歩を踏み出そうじゃなくて、自信がないまま最初の一歩は踏み出すものなんだって思ってもらうといいと思います。そう、誰しも一歩目から自信がある人はいないから、自信がない状態で一歩目を踏み出して、ちょっと怖いまま2歩目3歩目やってみて、4歩目ぐらいから、あれあれ、なんかいけるかもみたいになっていく。10歩も歩いた頃には、もう本当に自信がついてきたなって、もうぜひ私に解決させてくださいっていうような、ぜひお仕事くださいみたいな自分に変わっている、そして自分のことすごく好きになってるはずなんですよね。ここまで歩いてきたみたいな。そう、そうやって自信とか自己肯定感っていうのは上げていくものなので、最初ね、本当に怖いんだけど、怖いからこそというか、もう全員怖いし、一歩目は怖いもの、怖くなくなるのを待ってたら絶対にできないので、それをね、ぜひやっていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、というわけで本日はこれにて解決ということで、ゆりさんご質問いただきましてありがとうございました。それでは最後に一点、お知らせなんですけれども、私の3冊目の書籍が4月20日に発売となります。タイトルは全部叶う新しい私の教科書ということで、潜在意識の書き換え方を書いています。私がいつも言っている掘り下げをして、ブロックを見つけてそれを外して、バンジーして、でそのバンジーの後のアフターケアまで全部書いてあるのと、あとケースごとに、こんな場合はこういうふうにするとこうなりますよっていうのが書いてあったり、こんなブロックないですかっていう、そのブロックの見つけ方だったりっていうのを本当に細かくいろんなシーンに合わせて、パターンに合わせて書いているので、まさに教科書みたいな一冊になっております。そちらですね、本当になんかこう皆さんのバイブルになるような本になったらいいなと思って書かせていただきましたので、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。はい、というわけで、今日の動画はここまでです。この動画がちょっとでも面白かったよとか参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キコでした。